¡Está lleno de motoyo!
ありがとうございました。はじめましてっていうお方もいると思います。我々はですね、米米クラブのコピーをやっている米米ラウンジと言います。よろしくお願いします。なんでかって言いますと、見るからに米米よりも人数が少ないという意味で、クラブ、ラウンジ、スナックというようなランクであればラウンジかな。まあこれがですね、2、3人になると米米スナックでですね、いろいろやっているというところも多少あったりなかったり、そんなようなことです。今日は晴れてよかったですね。今日は特にみんなのですね、運気と幸せが配られるように黄色で揃えてきましたよ。この黄色を受けてですね、新しい幸せと新しい運を掴んでください。ありがとうございます。じゃあ君がいるだけです。
ありがとうございました。やっぱり今回あれですよね、トゥルーハートのために T シャツ新しく。そうなんですよ、皆さん、ね、ちょっと我々が着てる T シャツを見ていただけますか。みんな着てるんです。私もこの下に着てるんですけど、かなり私は暑いです。熱中症寸前になってますが、いいですか。こんな時だけどこんな時だからこそトゥルーハートを届けたい。これは合言葉にしながらですね、今日誰かに一人言ってくださいよ。それで新しいコロナ対策ができるんじゃないかな。これで配信よろしくお願いしたいと思ってます。よろしくお願いします。皆さんよろしいですか。ありがとうございます。よろしくお願いします。いつもここ呼んでくださいまして本当にありがたくやっております。でですね、いつもですね、ここで今日は何の日ってやってはいるんですが、今日はやりません。ニューバージョン、いや、あります。さあ、今回は何でしょう。今回はさあ、次の曲スタートしましょう。さあ、今度は何の曲が始まるんでしょうね。皆さんもご存知の曲ですよ。よかったら一緒に口ずさんでくださいね。さあ、今日はですね、今日は何の曲だっていうシリーズをこれからやっていきたいなと考えてるんですよ。コメコメだ。さあ、どうでしょうか。夏に合う曲です。いい曲ですよね。おっと、ヤシの木が、おっと、こっちは海だ。Thank you.
シーズンインザサンでした。いやこの夏にはぴったりですね。はい、ああよかった、ね、今度またねその時期に合わせたのか場所に合ったのか。はい、次行きましょうか。あフロント陣たくさんなってきてましたね。さあ頑張っていきましょう。もう一踏ん張りです。
ありがとうございます。じゃあ最後の曲になりました、皆さんも知ってる曲です。最後になるとですね、いつもシェイクヒップってなんですが、もうやりましたんでね、違う曲で知っとる2番目のリクエストが高い曲です。愛の待ち方を終わらさせていただきます。よろしくお願いします。
ございました。